石田です。今日はボディマップというアプリケーションを皆さんにご紹介します。このボディマップというアプリケーションは VR を用いた解剖学アトラスアプリケーションです。で、今回お借りすることができましたので、今後僕のエコー解剖の動画にも使っていきたいなというふうに思っているんですが、今日はですね、僕の練習も兼ねてですね、このボディマップ一体どんなことができるのか、そして既存の 3D 解剖学アトラスとどう違うのか、機能のチェックと質の評価をやっていきたいと思います。では早速 VR デバイスを装着していきたいと思います。はい、そうすると、自分の目の前にですね、骨模型が現れます。で、基本これをですね、2つのコントローラーで操作することになるんですね。左側のコントローラーはですね、こうやって目の前に持ってきてあげると、こうパレットみたいなのが出てくるんですね。多分これで構造物、何を表示させるか選択をすることができると思うんですけども、骨格系を押すと、消えた、ついた。そこに、例えば、神経を追加したり、循環系を追加したり、筋肉を追加したり、それから皮膚を追加したりということができるようになっています。はい。よいしょ。じゃあ、まず骨格を見ていきましょうか。この右側のコントローラーで基本的に、こう、何ですかね、こう、左に動かす、右に動かす、下げる、上げる、それからですね、手首のスナップを使って、こう、ローテーションするわけですね。こうやってぐるっとこう回すことができるようになっています。すごいですね。はい。ずっと下げてあげると、はい。こんな風にですね、モデルをこう上からこう、今斜め上からですね、覗くことができてますね。あ、すごいね。例えば今ここに、第6頸椎があって、これが第7頸椎があって、ね、神経根ブロックの時の行為のメイク丸として、第6頸椎にはこの、ね、前傾節があるけども、第7頸椎には前傾節がなくて、よいしょ、後傾節しかないよ。ということもはっきりこう分かるわけですね。ぐーっとどん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 寄ってですね、すぐ目の前の近くで、こういったことを確認することができます。ちょっと背面の方も見てみましょうか。おー、いいですね。で、こう、押し出すと遠くに行って、引き寄せると近くに行く、みたいなね。ああ、今、腰椎をですね、背面から見てます。ちょっと、パレットの方で神経を足しましょうか。こんな感じになるんですね。はい。で、硬膜腔外腔をこうやってこう覗き込むことができるわけです。で、これ、他のですね、3D 解剖学アトラスと決定的に違うのは、他のアトラスですね、これ名前出していいのかな、コンプリートアナトミーとかビジュアルボディですね、ビジブルボディか、まあ、ですね、基本的にマウスの操作ですね。このアプリケーションだと、この左右、この手首を返すことで、このコントローラーでの操作になるんですけども、そういったですね、そのコントローラー系の操作でなくても、実際にですね、自分がこう体を動かすことで、こう、覗き込むことができるんですね。こっちから覗き込む。これがやっぱりですね、こう、他のアプリケーションと決定的に違う利点なんじゃないかなというふうに思っています。これ見上げてみましょうか。すごいですよね、この、なんだろう、ダイナミックさというか、ね、ここまでこう、立体感を持ってですね、覗き込めるアプリケーションはないです。で、さっきからちょろ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 こう映ってると思うんですけど、この実際のじゃあ骨模型、実物の骨模型に対して何がいいかというと、これ、この中に入っていくことができるんですね。ちょっと行ってみます。ずーっと、わかりますか？棘突起が切れていって、ね、今中に入っていってですね。中に入っていって、下から上を見上げているということになります。これちょっと、神経系だとわかりにくいので、ちょっと他の系で見てみましょうか。はい。神経系を外して、よいしょ。消化器系、呼吸器系を足して、おー、すごいですね。で、循環器系足すとうるさくなるかな？あ、そうでもないですね。で、これを足して、あとは泌尿器と内分泌も足しますか。で、最後に皮膚を足します。で、実際このモデルさんの中に、入っていきたいと思うんですが、
よいしょ。あ、ごめんなさい。なんか、剥がしちゃいましたね。よいしょ。ちょっと戻します。これ間違って剥がしちゃったらですね、こうやって近くに持っていくと、自然とシュッと戻ってくれるそうです。で、このモデルさんの中に、体内に入っていくんですが、ちょっと大きくした方が、よいしょ。臨場感が出るので、大きくするとね、なかなか、近くによって来れないんで、この操作はちょっと大変ですけども、どん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 このモデルさんを、自分の近くに持っていきます。で、お腹のところあたりから入っていきましょうかね。お、大きくなってきた。さあ、で、もうどん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 近づけて、目の前まで持ってきて、このお腹の中にじゃあ入っていくとどうなるかっていうのを見てみます。はい、こっからですね、入ってきますよ。そうすると、おお、すごいですね。もうちょっとだけ引き寄せますかね、こっちのコントローラー。おお、そうですね、目の前にですね、乗降結腸がありますので、ちょっと乗降結腸の中に入ってきますか。よいしょ、近づけて、近づけて、最後、自分の顔をちょっと入れていく感じ、ドボンと。わかりますか？今、乗降結腸の中を見ています。見上げているような格好になるんですね。で、ちょっと顔をずらすと外側に行くんですけども、これはなかなか他のアプリケーションでは体験できないですね。もうちょっと下に引き寄せますか。よいしょ、なかなか大きいので、こう逆にこう難しいんですが、おほほ、胆嚢が見えてきました。そして、上には肝臓があって、これは胃ですよね。はい。こんな風に、こう、自由自在にですね、構造物を、見渡すことができます。で、これ今、コントローラーでずっとこうやって引き寄せてたんですけども、別にコントローラーで引き寄せなくても、自分が動くことによっても構造物の中に入っていくことができます。ちょっと僕見切れちゃうと思うんですけど、このまま立ってあげると、おー、すごいですね。ね、胸骨の裏側から肺を見ているみたいな感じになりますか？ね、ちょっと心臓もあるんで、こう心臓の中ちょっと入っていきましょうか。自分が近寄っていきます。ちょっと皆さんからもしかしたら見切れてるか、まあ、座りましょうか。座ってちょっと、ね、せっかくだから僕の動きも見せたいので、目の前に持ってきて、こっからちょっと行きます。そうすると、ずっと心臓に近寄っていって、これ、心臓の中に、これ心筋かな？入りました。はい。これは今何見てるのかな？これ三尖弁ですね。だから今、右心室の中にいて、あ、青いのが見えますね。右心房と、それから、静脈ですね。流入量としての静脈を見ているということになりますか？はい。そうすると、こっち側が心室中隔で、で、ここズボンと行くと、ここが、ああ、左心室なんでしょうね。これが流入路かな、僧帽弁で、流出路はこっちの方ですね。ちょっと僕また見切れますけど、流出路の旅してみましょうか。流出、あ、これですね。こっちが大動脈弁で、これを突っ切ると、おお、すごいですね。大動脈に入って、今これ一番、こうやって見るのかな。左側が右の腕頭動脈で、真ん中が左の内頚動脈、総頚動脈か。で、今、ちょっとビューが変わりましたけど、下が、今3本並んで、下が左の鎖骨下動脈ということになりますかね。見てください、この景色。これ今、肺の中を見てますね。はい。すごいな。ここまではっきりと見えるんですね。おお、これは今、青が静脈で、赤が動脈で、ピンクなのがこれ気管支ですね。区域も出るのかな？よいしょ。これはまあ、下葉、中葉、上葉だけど、区別になってますかね、今ね。中葉、上葉という区別になってますけども、気管支も見ることができるということになります。すごいですね。こう、もう、よいしょ。ちょっと遠ざかっていただいて。あとはですね、また
いろんな機能ですね、改めて機会があったら動画でお知らせしたいと思いますが、ちょっと面白かったのは、断面を作ることもできるんですね。スライスということで、これで見えますか？サジタールも作ることができるし、コロナールも作ることができるし、トランスバース、アキシャルも作ることができます。今これブレードがね、近づいてますね、これね。ずーっと。で、じゃあ、ちょっともう、サジタールの正中断面作ってみましょうか。お、すごい。ここで、ね、これこう、これも体の向きで、こう、ブレードの真ん中をこう、覗き込むことができるんですね。で、ここでじゃあ作ります。せーの、ドン。お、ど真ん中で切れました。断面どうかな？おほほほほ。すごいですね。おー、こんな風に見えるんだ。あ、今、神経を切ってるから、この中空洞ですね。ちょっと神経入れていきましょう。神経系をオン。おお、見てください。ね。本当に教科書でよく見る図ですね。はい。脳幹部の正中での断面、糸状断面の図ですね。これ本当に、よく見るんじゃないかと思いますけども、こういうふうなものも見ることができますし、ね、ずっと下がっていくと、はい。ああ、心臓の断面、正中断面も見ることができます。でも本当にこう、近づけて、自分がこう本当にね、動くだけで、こうやって上からずーっと追ってって、下の方まで観察を、よいしょ、ちょっと上げますけども、自分が動くことでですね、こうやってこう、観察をこうしていくことができる。あ、直腸ですね。ずっと観察をしていくことができるということに、なります。いかがだったでしょうか。個人的にはですね、僕はこういった VR デバイスっていうのはあまり好きじゃないんですね。やっぱりこう大きくて取り回しも悪いですし、つけることによってやっぱりすごい閉塞感があるんです。だからこれまではこういったものあまり進んで使ってこなかったんですけども、ボディマップはですね、そういったこうディスアドバンテージ、デメリットをですね補って余りある魅力にあふれてますので、多分これ僕これからこういうのをつけるのが嫌いだったとしても、毎日のようにですね、このボディマップ使い続けるんじゃないかなというふうに思います。またですね、今日ご紹介してない機能なんかもありますので、そういった動画機会があったら改めて作りたいと思いますし、僕のエコー解剖の動画の中でもこのボディマップを使った画像というのをですね、これから入れていきたいと思いますので、ぜひ、お楽しみに、ご覧いただければというふうに思います。はい、今日はここまでになります。最後までご覧いただきありがとうございます。